皆さんこんにちは、ナフィーです。今回はエウルアをね、引こうか悩んでる方や、これからエウルアを育成しようと思っている方向けに、エウルアの強いところでしたり、ビルドについて分かりやすく解説をしていきます。よろしければね、参考にしてみてください。そして、こちらの動画が参考になった、良かったと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。今回も動画の概要欄と再生バーにチャプターが記載されていますので、お好きなところを見ていただけたらと思います。ではまずはじめにエウルアの特徴について話していきます。エウルアは氷元素の溶石炎キャラで、役割はメインアタッカーになります。こちらのエウルアなんですけど、氷元素でありながら元素ではなく物理攻撃で戦っていくのが特徴的で、星4のレザーと似た戦闘スタイルになっております。加えて育成すればするほど目に見えて凄まじいダメージを出すので、アタッカーがね、いない方にぜひおすすめしたい一人になります。エウルアの強みは何と言ってもこちらの幻想爆発ですね。こちらは発動後に降臨の剣というものが自身に付与されて、エウルアが通常攻撃と幻想スキルを 0.1 秒ごとに敵に当てることによって、剣にエネルギーが溜まっていき、7秒後降臨の剣が爆発して、周囲にいる敵に蓄積された分の物理ダメージを当てられるものになっています。映像を見てもらえたらわかるんですけど、バフなしで11万以上のダメージが出ています。すごくダメージが出ていますよね。こちらの幻想爆発ももちろん強力なんですけど、通常攻撃と幻想スキルも普通に強くて、まず幻想スキルはターン押しと長押しの2種類ありまして、ターン押しすると敵に氷幻想ダメージを与えて、自身に冷酷な心を1つ付与することができます。この冷酷な心を2つ付与した状態で長押しをすると、敵に氷元素ダメージを与えた後に追加で物理ダメージが与えることができて、こちらもね、かなりダメージが出すことができます。それに加えて先ほど話しました元素爆発のエネルギーを効率よく蓄積できるので、すごく優秀になります。通常攻撃はシンプルに火力が高いです。育成途中でも普段使いに困らないダメージを出すことができますので、どこに連れて行っても基本的に活躍できます。以上の点からエウルアは優秀なアタッカーということがわかるかと思います。では次にエウルアのビルドについて解説をしていきます。エウルアは先ほども話したように物理で戦っていくキャラになりますので、物理特化型がおすすめになります。まずは武器から見ていきましょう。おすすめの武器を今回は4つ紹介していきます。一つ目は、溶かし炬になります。こちらは単造で作れる武器になるんですけど、攻撃力が上げられて、入手もしやすいので採用しました。まだレベルは70までしか育成していないんですけども、それでも幻想爆発で10万出せていたので、十分実用性はあるのかなと思います。二つ目は、マグロ体験になります。こちらは今現在は入手できないんですけど、持っていたらかなりおすすめの武器になります。攻撃力アップももちろん高くていいんですけど、やはり幻想爆発のダメージを上げてくれるのがすごく優秀なんですよね。エウルアは何度も言うんですけど、幻想爆発が半端なく強いので、合わないわけがないです。なので、この後紹介する武器を持っていなければ、ぜひ装備させましょう。3つ目は、狼の末路になります。狼の末路は、メインアタッカー御用達の武器ですよね。もちろん、エウルアとも相性はいい武器になります。とにかく攻撃力を上げてくれるので、全体的にダメージを上げることができます。最後4つ目が、勝利の響く頃になります。正直一番相性が良くて、その理由が物理ダメージを上げられて、加えて条件付きではあるんですけど、攻撃速度が上げられるので、元素爆発のエネルギーをたくさん貯められるので、さらに高火力を叩き出すことが可能になります。あと両手剣キャラはもともと攻撃速度が速くはないので、攻撃速度を上げてくれる勝利の響く頃はすごく優秀な武器になります。今紹介した4つの武器がおすすめになるので、参考にしてみてください。では次に繊維物についてになります。おすすめの繊維物は2種類あるので、それぞれ解説をしていきます。1つ目は双白4セットになります。双白の強みは、2セットでまず物理ダメージが上がり、4セットだと物理ダメージが2倍になるのと、攻撃力が 18% 上がるので一番おすすめになります。後者の物理ダメージ2倍には条件があり、それは元素スキルを一度敵に当ててから7秒以内にまた元素スキルを敵に当てることなんですけど、エウルアの元素スキルはターン押しのクールタイムが4秒なので、4セット効果を維持し続けることが可能になります。ただ、長押しがクールタイムが10秒なので、
こちらの4セット効果がね、途中で切れてしまうので注意してください。2つ目は双白と血染めのセットになります。こちらは常に物理ダメージが 50% 上がるので、双白みたいに元素スキルを意識しなくても大丈夫になります。あと血染めの源泉がね、かなり楽になったので比較的揃いやすくなっております。今現状だとこの2セットがいいと思います。ステータスに関しては、時計が攻撃力、杯が物理ダメージ、冠が回心率と回心ダメージがおすすめで、サブステータスに関してはエウルワの固有ステータスが回心ダメージになるので、回心率を多めに上げるとバランスが良くなるので試してみてください。今回流している戦闘はちょっとね、厳選が終わらなくて双白剣闘士にしているんですけど、十分な火力は出ていますよね。これを蒸気の2つに変えるとさらに強くなるので、早くね、厳選の方を終わらせたいと思います。生物は以上になりまして、次にテンプについて話していきます。テンプは一番優先するべきなのが元素爆発で、次に通常攻撃、それで最後が元素スキルの順に上げていくのが良くて、理由はエウルアの一番の火力源は元素爆発なのが理由で、もちろん通常攻撃もすごく強いんですけど、個人的にエウルアを使用していて元素爆発の方が優先度が高いと感じました。元素スキルもかなりダメージが出せるんですけども、蒸気の2つがね、メイン火力にはなるので、とりあえずね、6まで上げてその後は止めておくのがおすすめになります。ビルド解説は以上で、次にチーム編成について解説をしていきます。エウルワを言える編成は、超伝導で物理耐性を下げつつ、バフキャラやシールドキャラでサポートしていく編成がおすすめになります。以上を踏まえた編成がこちらになります。エウルワ、ライデン、ベネット、勝利の4人になります。めちゃめちゃガチガチの編成ですよね。こちらはライデンとエウルワで超伝導を起こしつつ、ベネットで回復やバフをかけて、エウルアは近接キャラになるので勝利のシールドを貼ってサポートしていく感じの構成になっております。加えてライデンを入れることによって、エウルアの元素爆発のダメージも上げられるので、一番いい組み合わせになるのかなと思います。ですが、さすがにこちらは難易度がね、高すぎるので、なるべく組みやすい編成を考えてみたので、そちらを紹介していきます。それがエウルア、フィッシュル、リオーナ、ベネット、またはユクアキになります。役割は先ほど話したのと似ていて、フィッシュルが超伝導要員、リオーナがシールドと回復、ベネットは回復とバフ、ユクアキはサブアタッカー要員になっています。こちらは無課金の方でも比較的組みやすいので、ぜひね、試してみてください。もしチーム編成に困りましたら、コメントの方よろしくお願いいたします。チーム編成については以上になりまして、最後に実践解説をしていき、今回の動画をまとめていきます。エウルアを使っていく上で欠かせないのが超伝導を起こしていくことなので、フィッシュルでオズを置くのを意識して、それとエウルアはコンボをつなげるのがかなり大切になっていますので、シールドをしっかり貼っていくとすごくコンボがつなげやすくなるので、意識してやってみてください。あとは特に気をつけることがないので、バシバシ物理で殴っていきましょう。では今回の動画をまとめていきます。今回はエウルアの強みやビルドについて解説をしていきました。おすすめの武器は4つ、ポカ試作、マグロ体験、狼の末路、勝利の響く頃。おすすめの生物は2つ、双白用セットと血染め双白。テンプの優先順位は元素爆発が1番で、次に通常攻撃を上げていくのがおすすめ。元素スキルはとりあえず6で一旦止めるのが良いです。チーム編成は持っているのであれば、エウルはライデン、勝利、ベネットがおすすめ、またはエウルはフィッシュル、リオーナ、ベネットが組みやすくてね、バランスもいいのでおすすめになります。立ち回りについては超伝導とシールドを意識しつつ、エウルアでコンボを狙っていく。以上になります。エウルアは星音武器でもね、すごくダメージが出せて楽しいキャラになりますので、エウルアを非効果悩んでいる方や、これから育成をしていく方はぜひ参考にしてみてください。こちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。